ございます。私も一度男性のはやったことがないんですけれども、やってみて大変だなというのを感じました。まず矢の持ち方、これも一つ工夫があります。こうやって挟んでください。ただ持つだけじゃなくって、ここでしっかり親指と人差し指で挟んで、こういう風にしてください。でそれでここをギュッて後ろが離れないように持つ。まずこれが大事です。ここで絶対挟んでください。これ普通にこうしてしまうとできないです。できる方もいるかもしれませんが、私はやってみて本当に大変だなっていうのも知りました。なので必ずこういうふうにしっかりここで持ってください。弓を上げてここで踏んで持ち上げます。そうするとほら、ここ見て、こんな工夫ができました。トタケのところに矢尻が来るので怪我しませんよね。それでこれでも持ち上げられます。この工夫、皆さんも一度やってみてください。いいですか？これは必ずこういう風にしてください。これで隠すようにして、外から見たら隠れてるような感じで工夫してみてください。必ず親指と人差し指でしっかり挟んでください。特に矢尻を、こう武者系の方はここが大事です。いいですか？工夫なので、くるっと回らない工夫なので、ここは一緒です。さあ、こっからです。この弓をこういう回転をしてここへこういうふうにするんです。それでこのまま持ち上げてください。ちょっと深くも入るし、それをそのまま、私もいろいろやってみましたけれども、このままこうしてしまうと、ほら、ここの位置にしか行かないので、そうすると、こう持った時に、矢がここにあるので、矢尻が、くるくる回ってしまうんです。で、これをこうしようと思うと、これがこっち側来てしまって、持てない。弓が回転してしまうっていう、最初私やってみた時がそうだったんですけど、この工夫をちょっと皆さん、正しいかどうかは知りません。これは動きの中でいいですが、ここは一緒です。この時に弓を、このいいですか、この弓をこう回転させるんですよ。でここで回転した時に、そうすると外側いくんですよね。そしてこのまま持ったら回転しません。これはここの回転のところはどの辺まで回したら、ここでそれまで絶対に矢尻を離してはいけません。ここで触った時にやっと、こういう回転をした時にやっとここで最初からさあ組むぞって離してしまうと手を組めません。弓につくまでしっかり持っててください。でこういう回転をして、ここにカパッて入れてしまうと、ほら不思議、絶対回転しません。で外から見たら見えない。そこは工夫してください。連射系の方は楽ですけれども、やってみてください。それも楽です。こういうふうにすれば、こういう回転をして持てば、ここでこの指で支えれるんです。三つ掛けだ、四つ掛けの方も2本で支えます。四つ掛けだからといってこの指を離してません。3本で必ず弓を持ってます。
この2本で外側を支えれば、これがこうなるとほら回転しちゃうんですよ。こういう向きで入れば必ず回転しません。やってみて分かりました。皆さん試してみてください。工夫です。どこにも書いてないけれども、私なりに男性の方の苦労を感じ取りました。男性の方もぜひ女性のたすきをやってみてください。弓と矢を組むとかやってみてください。結構大変です。苦労してます。でも綺麗に美しくやりましょう。以上です。長かった。